はい、どうも、つこまです。時代を逆行する分厚いバイブルスタディ書を使いますしですね、もう本当に長く愛用しています。私にとってはこのバイブルスタディ書、これだけ長く使いこなしているのは珍しいですね。こちらの中にですね、昨年との比較という表を作っています。これをですね、また、書き留めたいと思います。この昨年と比較、結構面白いです。まあ、そうすることによって、まあ常に進化できるかなという、まあ、一ページになります。ではスタート。このバイブス手帳、本当に長く続いています。まあ、一番はですね、この重いんですが、なんという安心感、そしてお客様の前でこう開いた時の様がですね、私の仕事に対するルーティンになっている気がします。そしてまあ時折、まあ、この単行本もですね、話題になったり、お茶の話題になったり、いろいろ、まあ、逆に幅が広がりますね。すぐに仕事の話をするのではなしに、パッと今、まあ、見て新たな気持ちを読み返しています。今回ですね、ページの最初の方に、昨年の比較という表をつけています。これは2021年から始まって2022年と書いています。2021年の、まあ、毎月の、まあ、出来事とか起こったこととか書いています。そして2022年はどこだ、そして次はどうするか、そして問題ごと、そして解決っていう、まあ、縦の構図で書いています。で、ずっと続いていて、2020年、2023年、もう2024年なので、まあ、もう一ページ作りたいと思いますね。まずその前に、この2023年の10月、11月、12月がちょっと欠けてないので、書きますね。こうして、昨年のを見返す、まあ、どういったことが起こってたかなとか思い起こすっていう時間も大切かな。2022年、まあ、現場が動くと書いてます。本当にまあ端的な言葉だけでいいんですね。で、2023年10月、まあ、何してるかなと、まあ、ちょっとスマホで、スケジュールをちょっと見てみて、10月は、大きな、仕事だけ確認しています。ここはちょっと大きな仕事はないですね。そういう時には、そうですね、静かな1ヶ月ですね。逆に有明テニス、ちょっと仕事ではないですけども、テニスの森で、学ぶことがあったってことですね。
そしてまあどうするかという欄に、こういう場合は仕事がまあこの時少なかったんでしょうかね。うん、まあ次の戦略っていうかアイデアをまとめるということをしましょうか。ちょっと問題ごと。うん、ここは。まあクライアントと連絡し、まあ、話を聞きます。そして解決、そしてまあここの時期に新しい仕事が始まったということですね。よし、そして11月、うん、2020年は、まあ、海外の仕事がまた動き出したということで、まあ、これに関しては2023年も引き続き打ち合わせをしていますね。およびそうですね、文化の仕事ですね。ここでまあどうするか、まあここはですね、何かどうしましょうかね。いろいろ試行錯誤を試すアイデアを作っていくべきかなと思います。そして問題ごとは、なかなかどうするか、自分の考え、解決論は、じっくりと話し合うってことですね。向き合う。っていうことですね。そして、12月、この11月から始まった文具のデザインですね。まあ、1年越しでちょっと伸びてますけども、まあ、新たな動きとしてこの時は進めてます。これはまあ時間を作ることですね。どうするかというのは問題を、としてはコロナが終えて、ちょっと物件が増えてきてしまったということですね。ありがたい話ですが、そして解決としては、本当に時間を作るっていうところがありましたけど、時間を設けるっていうことですね。
と髪の色が変わります。ちょっとこの白い髪がなくなったのでアッシュフォードの髪で描きたいと思います。こういう線を引く時間も楽しいですよね。無口になりましたね。ちょうどここ12月で終わって気持ちがいいですね。2023年、まあ、今年も使いすぎたと書いてますね。まあ、使いすぎと書きて、実は今年もですね、まあ、これは予定、実際にはですねストックの予算を置いていたのですが、まあ、羽田空港のあれで延泊長崎になってしまうので、まあ、これも使いすぎではないですけども必要経費になってしまったということですね。この辺、まあ、予備予算ですね。予算の確保ですかね。こういう、自然な災害も含めて、出来事にも考慮してストックするということですね。この辺、まあ、解決法としては予算リストを作ってるんですね。それでまあ今のところ解決しています。そして2月にはもう終わったところですけども、昨年はゆっくりと仕事、修行を楽しむか、
うん、2月はですね、そうですね、新しい仕事が入り、ね、京都行きましたね。非常に出張が計画的に進めていきたいなと。そして問題事は、これはリスト化をすることかなと思います。準備ですね。準備の大切さですね。そしてこれはもちろんスケジュール管理が必要かなと思います。今まあ3月なのでここまでですね。こういうのをまとめると結構昨年との比較があってですね、楽しい時間が過ごせるかなと思います。はい、このように昨年との比較を考える時間って結構大事かなと思います。通常はあまり考えないと思うんですね。で、比べると何か気づきがあったり、あ、昨年こういう動きをしてたんだ、今年はこう、変化しているんだ、でそれに対してどう、解決策を、考えて動いているんだろうというのも、方向、軸の修正というんでしょうかね、それも踏まえて、そういう時間を設けていきます。この、昨年との比較結構おすすめですので、なんていうんでしょうね、この少し前を振り返るのと、そして1年前を振り返るのと両方こうリンクできるんですよね。今年はちょっと、出張が増えそうなんですけども、それもちょっと楽しみたいなと思います。もしこの動画が楽しければいいのボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次。